ムラサキクラゲなんですけど、まあ、名前の通り、まあ、体が紫色をしたクラゲですね。で、分類としてはハタクチクラゲ科のネクチクラゲ目というのに属しています。まあ、近い仲間ですと、まあ、タコクラゲとかが近縁ですね。大きさは、10センチぐらいのものが多いんですけど、大きいもので、まあ、加算直径が20センチぐらいになりますね。結構大きいクラゲです。時々アジの仲間がついていることがあって、アジはクラゲを、まあ隠れ家みたいな感じで使ってます。で、危険を感じるとアジが、まあ、クラゲの中に潜り込んで隠れたりとかしたりしますし、あとは敵に向けてクラゲをなんか動かすような行動が観察されています。まあ、クラゲからするとなかなか迷惑な話ですけども、まあ、アジにとってはまたとない隠れ家となっているので、すごいありがたい存在だと思います。なぜ紫色なんですか？結論から申し上げますと、これよく分かってないんですね。で、クラゲって結構赤とか青とか黄色とかいろんな色持ってるんですけど、まあ、例えば青いクラゲは、ヘモシアニンとかカシオグルっていう青い色素を持ってることが知られてるんですけど、紫クラゲについてはおそらくこの色素、紫色の色素を持っていると考えられます。ただその紫色の色素がどういうものなのかっていうのは全く謎ですね。紫クラゲの分布域を教えてください。はい、紫クラゲなんですけど、まあ、暖流の影響を受けるようなところに住んでます。東南アジアとかオーストラリアの周辺です。日本だと、琉球列島から相模湾に至るまでの、そうですね、黒潮流域に住んでます。まあ、瀬戸内海でも時々見つかることがあるみたいです。高知でも実は見つかってまして、これまでに5個体ぐらい捕獲されています。その一つが、まあ、こちらなんですけど、これが近くのコマンというところで取れた、紫クラゲの仲間です。紫クラゲに刺されたら痛いですか？どのような症状が出ますか？これですね、実際に触ってみたことがあるんですけども、そんなに、痛みとかは感じなかったです。ただ、人によっては皮膚が薄かったりそのする人もいると思いますので、そういう人は結構チクチクすると思います。年野さんにお聞きしたいんですけど、はい、美味しいクラゲ、食べられるクラゲを教えてください。そうですね、食用クラゲっていくつか種類がいるんですけども、例えば東南アジアにいる、ヒゼンクラゲ、あとはビゼンクラゲ、あとは、ロボネモイデスっていうクラゲ、まあ、あとは数種類いますね。で、ビゼンクラゲなんかは有明海でたくさん取れていて、それが、最高級のクラゲです。ビゼンクラゲなんですけど、すごいコリコリとしてて、まあ、味はないんですけど、食感がすごいいいですね。何にして食べると美味しいですか？ですね、私はやっぱり酢の物とか、中華あれみたいなのが好きですね。タレとよく絡んで、食感もいいのですごい美味しいですね。紫クラゲと紫クラゲの仲間については黒潮生物研究所のウェブ図鑑に詳しく載ってますので、皆さんよかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。せーのでいいかね。はい、せーの。おー泳ぎ出した。インスタ、ツイッターのフォローとチャンネル登録お願いします。